ドーナツ食べたい人集合。新商品ドーナツ食べたい人集合。集合。はい、というわけでですね、新商品のミスタードーナツ。入れ物って可愛い。あ、すげえ、可愛い。はい、春の新商品、めっちゃもうなんか春の匂いがするけど。見して。桜ドーナツ買ってきました。すごい、めっちゃうまそう。ちょっと1個食べようかな。おお、すごい。全部で6種類ありますね。おいしそう。6種類お皿に出してください。はい、調べる調べる。うまそう。ああ、真ん中の敷居に当たる。桜の花ドーナツ、桜フレーバー、桜の花ドーナツ、きな粉で、これが桜ファッションハニー、桜ファッションで、これ桜チョコファッション、桜花ドーナツ、小豆。というわけでですね、こちら真ん中に中ここにね、ここ境界線がございます。今からこれ食べたいってものを6種類の中から1つテレパシーで当ててください。2人揃ったら食べることができます。テレパシーで当てる。うん、この人と。そうで、こちらに、はいはい、1個ね、取ってくださいね。いいよ、好きなの言っていいよ。多分あなたこれやろ。あなたが、ね、見たらあかんよ。この人が私に寄せてきたらいいんだ。でも言ってるやん。だから言ったやん。もう当てて。え、多分これやろ。何を選ぶか、もう選んどうで。彼早くしてテレパシーで当てたら食べていいよ。うん、私は食べたいものを選んだらいいねんな。知らんよ。はい、もういただきます早く当てて。絶対これ出してください。せーの。もう出とうからな。はい、前に。はい、なんと当たりました。え、彼の読み当たりました。おめでとう。食べていいですよ。いいよ。ありがとう。優しい。優しい。ママツに寄せてあげた。速攻やで。優しい。ゴリラやったらこっちかなと思ったけど。どれ。はい、食べて。知っとんだ。食べて乾燥して。乾燥言って、乾燥言って。はい、濃いめのガウスでお願いします。これ見て、顔が桜になってる今。でも髪の毛がここピンって飛んだ。ガウスでお願いします。はい、いただきます。うまっ。おいしい。あの、桜餅の味がする。せーので、あの、食べた感想を言って、それがテレパシーで当たるかどうか。はい、せーの。桜餅でやねん。どれてよ。でやねん。はい、次交代。ほんこ。じゃあ、ココロ、この中5つの中から食べたいものを選ぶねんけど、テレパシーで当てんねんで。ココロが食べたいもの。これってさ、言うたらかんねんで。中にさ、何入った？桜で、わからんの、他に何が入ったの。まっすぐ前だよ。いつもその1個のとこに置き。うわ、どっちかやねんな。彼選んだ？まだ。まだ？ちょっと彼が選んでから選ぶわ。オッケー。なるほど。選びました。どっちかやねんって、多分これかこれだわ。あ、違うな。これだって色があれやもんな。はい、いいよ。選んだよ。前に出します。いいの？うん、いいの？せーの。あー、くっさ。そう、最初のであっとったんよ。最初のであったのに。これチョコレート。最初のであっとってんやん。テレパシー当たらんかったから。もう一回する。じゃあ、心が選んでから選ぶわ。選んだらいい。揃わな、食べられんからな、心。うん、はい、選びました、心くん。選んだ。うん、選んだ。うん、寄せてくるか、自分の分を選ぶか。はい、どうなるやろ。いいよ、いいよ。せーの。私寄せたね。心一回でも迷って、あの、違うのにしようかなって。私に寄せようとした。え、いや、一瞬これ違うの。全然違うの選ぼうとしよるやんか。最初からそれをな、ずっと選びよってん。はい、はい、いただきます。どうぞ。手洗ったか、座ったか。あれで、感想もあなた方は一緒にならなあかんねんで。はい、食べた感想を一言で、せーので言って言うからな。面白いな、あんたら二人、あの、同じとこ食ってる。チョコのど真ん中。そこそこ食べるやろ。では、感想、せーの。ドーナツ。そうや、桜ドーナツかな。はい、ママと心くんが今一緒に食べているのが桜チョコファッションです。次誰と誰行く。せーの。もちもち。言えよ。これティーンが好きな分に寄せるか、ゴリラが好きな分に寄せるかやで。どうしようかな。これ選んだ分はこの中に寄せへんかやな。どうしようかな。ママちゃん、見取ってルール覚えて。ティーンに寄せる分が賢いか、まあまあ自分が好きなものを食べるか。言ったらあかんねんで。うん、テレパシーで相手と合わせるね。
今これ残っとんが桜の花ドーナツ小豆と、でお兄さんはそれ寄せてんの、それとも自分が好きなものでいいの？これも多分俺とティーンはあの自分が好きなものも一緒であろうと、寄せる寄せないじゃなくて行こう、うん、これだろう、もうちょっと寄せた方がいいと思うでっていうアドバイスしとくわえ、俺これ普通に食いたいねティーン食べれんくなるやん。どういうこと？おい、じゃあ変えたるやん、寄せたろ。だから、うん、ぴったり合わないと食べれないね。あ、そういうこと。この中から選ぶそう、その中から選ぶね。俺、自分といいと思ったら前にで、せーので出すで。え、いや、ゆうちゃんが食べそうなやつを選ぶの。え、そういうこと？でもティーンが食べそうなやつを選んどうかもしれない、ゆうちゃんが。テレパシー、テレパシー、ビビビビ。何を選ぶんだ、何を選ぶんだ、何を選ぶんだ。ティーン変えました。なんかわからんけど、今え、マジで変えた？変えた変えたよ。いや、もうこれでいこう。え、どういうこと？自分が食べたやつやろ。いや、また変えたよ。また変えた、怖えわ。え、マジかよ。いいよ、もう俺これの、もう最初からこれやったから、いいよ。いや、最初は違うかったね、それと。あ、じゃあ、あの、変えてよ。もうずっとここから手つけてない。いいねんな。いいよ、いいよ。ティーンは変えたね。いいよ、多分変えてこれしただろう、はい、出してください、せーの。うせん、最初のでよかったやん、俺。ちゃうねん、変えてん。そう、一緒のやつに。最初のやつだ。何から変えたの？え、これこれやって、最初これ合っててん、ほんだ俺どっち買ったんやん。はい、もう一回チェンジ。はい、同じ分にするのか、それとも変えてくるのか。もう選んだってやっぱ。心戦法だ。何心戦法って。いいねんな。はい、せーの。惜しいか、惜しいかよ。当てて早く。今選択肢にそれなかったやん。3度目の正直やで。もう次で決めよう。頼むから当てて。心戦法だ。勉強しなさいよ、あなたも。ねえ。学習しないとダメだな、そこは。はい、やっと正解でございます。はい、チェンジ。ちゃうわ、食べた感想。食べた感想をせーので言って、あの、同じやったかんからな。テレパシー、テレパシー。ビビビビ。ビビビビ。はい、せーの。どうなんですか？うまい。待って、あんた心と一緒やからな、言っとうこと。うまい、うまいドーナツ、正解です。はい。はい、ほら、もう3つしかないねんからさ、一発で当てて。もう1個でいいやろ、お皿。お皿1個でいいやろ。ちょっとテレパシー通じるかな。あんたら性格一緒やから大丈夫だよ。あ、選んでください。何も言うなよ。うん、心くんがね、ここで待ち構えてんのよ。これしかないやろ。はい、出してください。せーの。え、一緒。すごい。すげえ。さすが親子。はい、食べてください。はい、使うんですね、これで。ね、カメラ置くわじゃあ。一回で。カメラ置くわな。目もいらんからも。すごいな。だって迷わず撮ったで。いや、これワンチャンさ、ママ2が分かりやすいっていうのがこう、うん。あ、そうだね。ママ2が分かりやすい。どんな味？はい、せーの。あんこ。せやな、あんこ入っとっていちごの桜やもんな。はい、残り2つですよ。2択やりたい人、もう私食べたくないで。1択やります。え、じゃあ俺はキャスト、キャストさん。バカ、人間のもの食べれません。2択じゃん。お皿持っていきやがって、2人とも。ほらー。え、落ちた。2人とも一緒のことしやがって。まあ俺はもう俺が食べれないやつを選びます。は、どういうこと？俺が食べれないやつ。味いるかな。はい、決めましたか？いや、まだ。まだ、ちょ、めっちゃ悩んでる。せーの。はい、お前が外れ。なんかこれ大丈夫？中何入ってるか分かんないよ。はい、じゃあ次に、じゃあ2個目。せーの。はい、決まりました。食べてください。やり方せっこ。あんま。めっちゃ中身何か見とるね。めっちゃ甘いねんけど、これ。いや、心くんダメなんだって、さくら。ちょっと、ゆうちゃんもらい。じゃあ私、ひなこの味がすごい。普通のドーナツ食べるわ。あ、俺も俺も俺も。
おい食べれます。おい全部一緒やねえかこら。なんで似たような系統のもんばっかり買ってくんねん。それでは皆さんもね、さくらシリーズ買ってみてください。おいしいよ。